はい、どうも、はじまでーす。いや、その渡辺りささんと、そのね、きっぺさんの、まあ、そういうね、おろせをおろさないっていう事件があったじゃないですか。いやー、まあね、ちょっと今はね、まあ、隠し言ってきますけど、いやー、それ何がびっくりしたかって、同じ15歳だったんだよ。はーい、どんだけ顔面社会が起きてんじゃこりなあ、同じ15歳だったんだよ。まあ、15歳って言っても、ね、1学年上ですよ。うん、多分早生まれたんでしょうね。ね、同じ15歳だったんだよ、こりよ。ねえ、どういうこっちゃ、こり。あいあい、どういうこっちゃ、こり。なに、こり。どうなってんじゃ、こり。なあ、やばいでしょ。同じ年代ですよ。もう、あっちは。もう、ウィー。こっち、ブー。いや、違う。ウィーをブーしてるんじゃなくて、こっちが、もうブーな状況であると。ブーな状況っていうか、ブーですね。いやー、同じ15歳であれですわ。顔面社会がすげえけど、吉平よりも俺の方が面白いです。いやー、もうまずこの喋り方からして面白いだろ。顔面白いだろ。髪型面白いだろ。体型面白いだろ。メガネ面白い。口、鼻、目、眉毛、耳、すべてが面白い。パーフェクト面白超人。ということでね。まあね、面白そうじゃないんだな、面白いんだな、ということでね。まあね、まああのね、開始1分半でさ、もうこんなのみんなもう、うわブラウザバックでさ、ブラウザバックとは言わないですけどね、スマホ版で言ったらね、ああ、見よう、うん、ですよね。こうかね、ルッツ、ルル、やめます。まああの事件。渡辺りささんのああいう事件に見てたら、やっぱ渡辺、ま、より人さんの情報しか知りません。もう偏った意見ですよ。これはほぼ。おいおい、2分からもう始まってるんだ。2分でようやく話し始めたか、こいつは。アホンダラ。ということで。アホンダラ！まあね、やっていこうと思いますけども、あ、ごめんなさい。ゲームしながら動画撮るのやめます。はい。あれね、まあその事件言ったら、より人さんだけの情報から見たら、渡辺りささんがいろんな裏垢で悪口とか言ったりとか、いろんなことをしてるっていうのを、もろ鵜呑みにしたら、単純に、罰が当たったっていうか、ツケが回ってきたんじゃないかなって思います。でもよく言いますよね。あ、子供妊娠したの？あ、じゃあ別れるみたいなやついますよね。いや、だったらすんなよ。そういうこと。何やそれって思いますけどね。責任がないっていうか、一つ一つの行動に責任がないっていうかさ。うん。責任持てねえもんな、15歳。俺と同じ15歳じゃの。なあ。イケメソフェイスだけど、あいつイケメンなの、本当に。ね、吉平ってなんか俺、これあっちの吉平かと思った。YouTuber の方の吉平かと思った。うん。と思いましたね。いやー、顔面格差社会ですよ。やばいだろ。いや、これ、決め顔じゃねえじゃん。いや、決め顔しちゃこれだぞ。なにこれ。トゥルルル。あ、ダメだ。あのね、ひょっとこの音楽とかで地域バレるんで。やめときますわ。もう、トゥー、トゥーでバレちゃったか。もう、トゥーでバレた。トゥーでバレた。でも俺が音痴なおかげでバレないかもしれない。バレ、したらさ。茨城ということでね。茨城でごまかそう。茨城。はい、ね。はい、ね。これなんだ知らんチャンチョッチョッチョッ今日も絶好調ちょ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 はい、ということで、決まりました。なんかね、リズムネタみたいな感じでね、ちょうちょちょうちょちょちょう、もうちょうってね、どこもちょいちょこれね。いや、怒鳴ってばっかりいたら、新規顧客層、客じゃないけどな、みんな見てる人はな。いや、うわ、これでもうイメージダウンだ。ああ、固定層が離れてっちゃう。まあ、ピーだ、ピー今の。顧客層って。な、やっちゃった。ああ、俺の今の出現のせいで。いや、そんなこと、まあ、いや、ちょっと待って。ずるずる引きずりすぎ。まあ、そういうことをね、見たらね、ツケが回ったんじゃないかなって思いますよ。はっきり言って。はっきり言ってっていうのが僕の口癖なんですよ。もう覚えておいてください。お返しします。返すな。
返す、うん、返すな返せって意味わかんないね。まあ、ただ雑談したいってだけなんですよね。いや雑談かこれ、雑すぎるだろな、雑すぎる、雑談にしても雑すぎるぞお前、お前が真の雑談だ、ま、俺雑談が一番似合いますもん。雑すぎるないこれ、雑すぎるないって、雑話じゃん、雑把じゃん、雑把、ま、雑把していきましょうわ。昭和ってもうな、話し方も雑だぞ、やばいぞそれはな。いやそれは違うわ、うん、これね、水溜りボンドのトミーさんの口癖です。いやそれは違うわ、水溜りボンドさん大好きなんでね、大好き、大好き、やめます、ちょっとね変な声出すの。ワンニュンワンブンバロメロバンブン、やめます。カーペンターズのマイナス 2% モノマネやめます。いで一体の何が起こったかはね、皆さんのねイメージの中にしまっといてください。イメージってしまうものだったんだっていうね、真の概念を作り出すことを、真の、はい、噛んだ、ここカットするでしょ、他の YouTuber なら。ね、カットしないんですよっていうのテンプレですよ。こうやって時間尺伸ばししていく悪い大人やでってな、ガキンチョじゃん俺はよ、あクソガキじゃな、クソガキが悪い大人やで、キモいの、キモいのなあなあのなあのふぅー、ため息をね投げました。問題です、ため息を投げました。チクタク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 、ボワンボワンボワンバババーン、ボッシュートです。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、いやこれマジでさ、ユナチャンネルに物申した時もこんな感じだったんですけど、俺がボケ倒すってね。あちょっとね、いやまた俺は同じ鉄を踏むのか。はい、ってことで、まあ、またやりやがってよ。もう、なんだ、マイリメイクっていうかさ、俺も前の動画でユナチャンネルに物申すっていう動画も全部こんな感じなんですよ。ね。今日はユナチャンネルに物申したいと、物申したいと思います。なわけねえだろうがよーっていうのから始まるんですよ。ちょっとね、現役当時、今も現役じゃボケ。な、いや、ボケとか言わないの。ボケボケ、ボケボケ、ボケボケボケ。はい。まあね、そういうトーンが、トーンがね、トーンがな、知らねえ、トーンってなんじゃ。ハゲを見せる。ハゲてると思った人は、グッドボタン、チャンネル登録。グッドボタンが消えてチャンネル登録って言うわけだ。Yes, we can. おい、ここトランプ。ここトランプ。はい、ね。髪染めたら、トランプ。どうもーね。ハゲタカトランプ。あ、やばいやばい。ツイッターで集中攻撃される。な、見にくい黄色い豚やのーって言われちゃう。ツイッターで。あ、それ面白いね。うん。あ、それ面白い。これは僕の想像の中のここまで来たかトランジスタのものまねです。やばいぞ今、脊髄損傷しました。えっ、おびょー、痛い痛い痛いよ。これね、たまに出るデカキンさんの声のトーンでした。はい、いやもうボケ倒しにボケ倒しますよ。時事問題かと思って釣りタイトルにしておいて、俺のねボケ面白いどうって見せつける回でした。終わんねえよな。いや小島だよみたいなノリやめてくれ。それも全然パンチもねえしよな、トーンもおかしいしよ。どこまで落ちぶれたか見てみたいもの。あ、そう、最近ねアベマ TV で悠々白書が流れ、あのねやってるんですよ。まあ、途中から見て面白いなと思いましたね。ライゼンの揚力値は全盛期300万ってやばくない？で、揚力値300万の凄さ知らない？ドラゴンボールで53万ですって言ってるからフリーザより強いんじゃね？はい、一瞬だけハゲ見せまーす。はい、こう、ほら、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ハゲが見えるでござんすよ。その最近ね、俺、分け目作ったんすよ。俺が、おっ、なって、ないやないかい。何してんだろうな。待ってください、そのね、ちょっと、いや、しっかりと触れますよ。それを見たらね、まあ、キッピーさんもね、また復縁しましたとか言ってね。で、ねえ。いや、ひどいなって思いましたけどね。
ね。いやー、クソだなーって思いました。恋愛ごっこなんだなーって思いましたけどね。でもね、俺みたいなやつが恋愛ごっこなんだなーっていうのはいいっすけど、大人が恋愛ごっこっていうとなんか鼻につきますよね。ぶん殴りたくなりますよね。え、でかっ、もうびっくりしちゃう。ね。クジャクみたいなでかさの倍率だよ。バサンってクバちゃんも、クバちゃってなんだよ。マチャミみたいに言うな。マチャミみたいじゃねえだろ。ね。一人ツッコミ。やばいっすよ。これ、精神異常者。スキッツォイドマン？ん？精神異常者。精神異常者って言ってからスキッツォイドマンはわかるけど、精神異常者みたいな、なんかさ、間違えた上に上塗り。どうも、漆黒塗り太郎です。いやね。なんつうんだろうな。まあ、そういうことでね。終わんないよ。うん。いや、まだ喋りだらない。喋りだらだらない。いや、ちょっと気持ち悪い終わり方。そのフェードアウト気持ち悪くない？気持ち悪い。それでええんやろ。誰に言ってるんでしょうか？全く困ります。最近うちの子がね、本当にね。どうしたんでしょうね。はい。山根そうね、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 痛い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 。眉間に痛い。眉間に〇〇っていうボケようと思ったけど頭の回転が思いつきませんでした。頭の回転が思いつかばない。はい、また間違えました。やばいよこれマジで。ね、これはやばいぞ。糖尿病の兆候かもしれない。前兆か。はい、また間違えた。こういうね、笑わせ、ちょっとクスってこさせるようなとこで、こうやって失敗する。そうやってチャンスを逃していく。底辺 YouTuber あるある。若手 YouTuber と呼んでくださいよ。底辺 YouTuber ってのダメですよ。若手 YouTuber と呼んでくださーい。滑舌、いい人そうな人のモノマネ。呼んでくださーい、みたいな。その、なんか国語の先生の発音かな。小学校の低学年。呼んでくださ、痛い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 。デブでピンピンピンってなめん。なあ、やめろ。あ、あーって言うと、ここ、あ、痛い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 、ちょっとマジでボケんのやめよう。真面目に話そう。なんでこんなボケちゃうんだろう。いや、病気だ、これは。職業病と言いたかったけど、これ職業になってないから言うのやめまし。切っちゃったからさ、言えな。in the line よ。俺何やってんだろうな、ガチで。やべえよ、マジで。やべえやつだよ、本当に。俺、薬やってないですからね。ミニにタコ。ミニにタコができた。いや、田代正史さんのね。ミニにタコが。ミニにタコ。何に笑っとんねん。どうも、エセ関西弁太郎でーす。エセ関西弁太郎。エセ関西。エセ、エセ、関。エセ関。AKA、西弁太郎。エセ関。AKA、弁斎太郎。弁斎太郎。弁斎太郎かって言おうと思ったけど、いや、ちょっと意味わかんないんでやめまーす。ズン！この衝撃で揺れますカメラが。ガチで本当やりたいこと、俺のしたいことしますってなったらこうなっちゃう。地獄だよね、この空間、この14分。魔の14分ですよ。やばない、やばない、やばやばやばや。やばーい、マジそれやべーん。待って待って。イヤホンからなんか漏れてた。まあ、そのね、事件に関して言いますね。あ、どっちもクズと思いますけどね。いや、ツケが回っちゃったんじゃないかなと思いますけどね。はい。でもこれからもね、でもいいなと思いまして、うん、同じ15歳で、もうなんかもうな、ニンニク顔してるんですよ、やっぱ俺。やっぱそのね、こう、パカン、パカーンって言って、電球ソーダとこれから読んでくださいということでね、オチがないぞー。オチ作んなきゃな。やばいぞ。じゃあ今日何を落とそうかな。はい。まあね、ワセリン落とします。
ちゃんちゃん。あ、痛くなかった、よかった。あ、終わった。まず、いや、まずこれ。まずこれ。どこ入ってる？どんだけ速攻性やねん。やってくれたの、渡辺よりさ、覚えてろよ。